後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。殺害された。この場を封鎖しろ。動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。真実とは限らないぞ。コース様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。陽光様は何か大事があるたびに人払いをし、3名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって？それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし、白い壁が書類で埋め尽くされる前に、陽光様は決断を下されます。その後、彼女は全ての資料を細かく割いて、紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちるそれは、まるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字は、このリーゆえの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いあり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。くっ、何を。
ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。神兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。あなるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーユエの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。おい、見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。魔物は消えた。ようやく本気を出せる。
気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは。軍玉閣を放棄する。どういう考えで。わかった。旅人、助力を願う。さらば、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。はあ。